こんにちは、です。今日は中国語文法レッスン第45課。今日の内容はこちら。在、善の4通りの使い方。1、場所や位置を表す。2、分野や領域を表す。3、立場や視点を強調する。4、特定の条件や制約を示す。 今回のレッスン内容を身につければ、以下のような日常をよく使う表現ができるようになります。道にゴミを捨てないで。この本は文学上とても有意義です。社員の利益を考慮して、会社は基本給を保障すべきだ。今回のイベントは時間的制約はありませんが、人数の制限があります。さて、今日はですね、在、しましま、上。これだけなんですね。 これだけですが、4つに分類されるので、それをすべて見ていきたいと思います。在何々んというのは、日本語で訳すとしたら、何々においてのように使います。場所や領域、分野、それから範囲などを示すときですね、その範囲にあるときに、在しますま善を使います、えー。日でとかいうときには在、在るんと言ったりしますね。 日中をよく使うのは、じゃあ、例えば、待ち合わせしてて、今どこにいるのと。在、ルーシャン。というと、今来てる途中だよ。と。え、道の途中だよ。みたいな感じですね。在、ルーシャン。という言い方をします。え、例えば、山で。というと、シャンシャンですね。山の上。というふうになります。シャンシャン。在、シャンシャン。例文を出すと、例えば、地下鉄の中では、静かにしなければいけません。という時に、在、ピーティエ。 要保持安心在地铁上要保持安心地下鉄の中では静かにしなければいけませんこの場合はです、ねまあ、在地铁上とか地铁离でもいいですね离もよく使いますね例えば家で在家离学校で在学校离のように使いますね离というのは中というニュアンスがあるので 例えばその、まあ、地下鉄もそうですが、学校とか建物の中ですね、内部を表現するときには、りを使うことが多いですね、はい。これもですね、例文を見てみましょう。こんな感じです。在路上、不要随便扔拉机。在路上、不要随便扔拉机。扔というのは捨てるという意味です。 ラージはゴミですね。水辺というのは勝手にとか適当にみたいな感じですのでここでは訳しづらいので訳さなくても大丈夫ですね、まあ、道にゴミを捨てないでということですねでゴミ箱に捨てないということはまあ勝手にどっか捨てるわけですから、まあ、そこで水辺があるわけですね日本語ではそのニュアンスがありますからね在地铁上要保持安静。 在地铁上要保持安静。在我们家后面的山上，秋天可以摘杨梅。在我们家后面的山上，秋天可以摘杨梅。山山ですので、山ですね。まあ山の上にとは訳す必要はないですね。 日本語では山にといえばもう山の上という意味になりますのでね。お面じゃ方面だしゃん。なので、う、ま、ち、あの後ろにある山ということですね。頂天、これは秋ですね。朝天可以ジャイヤンメイ。ジャイというのはもぎ取るみたいな感じですね。いちご狩りとかのなんとか狩りの意味です。ヤンメイというのは山桃です。在这里的海滩上、 六月份、我们就可以游泳。在这里的海滩上、六月份、我们就可以游泳。海滩というのはビーチですね。浜辺ですね。在这里的海滩上、ここのビーチでは、六月分というのは六月にということですね。六月に泳げるということです。 在床上不要吃东西。在床上不要吃东西。床というのはベッドですね。ベッドで物を食べないでよと、ベッドで何か食べないでよといった感じですね。在操场上我们可以踢足球。在操场上我们可以踢足球。 操禅というのは運動場ですね。校庭のことですね。なので、校庭で、筒球というのはサッカーです。サッカーの動詞は t ですね。t 筒球でサッカーをするなので、まあ、校庭でサッカーができると。そういう意味ですね。さあ、続いてはですね、領域とか、領域とか分野とか、その方面を表すときです。じゃあ、例えば文学において、在原水上、歴史上、在历史上、 文化において在文化上のように使えます。例えば、この本は文学において重要な意義があるというときに、この本は文学において重要な意義があるという時に、この本文において重要な意 文というのは本の寿司でしたね。この本は在上文学において文学上ですね。よ、何々があると重要。重要な意義。意義というのは意義ですね。意義があると。まあ、このようにですね、領域を表すときもこの在を使うわけですね。例えば、まあ、日常で使うこととして、じゃあ僕は性格においてはお父さんに似ているというときには在。進化 シャンパウとなります。正確においてですね、シャンをバーシャンというのは似ているという意味です。まあここにですね、あのをつけてもいいですよ。シャンをバーは、でもいいです。このようにですね、範囲ですね、範囲を表すときにも、何イ、〜シャンが使います。これもですね、例文で見てみましょう。こんな感じです。 在历史的教科书上，我们可以了解过去的故事。在历史的教科书上，我们可以了解过去的故事。历史对吗？历史ですね。じ教科书というのは教科書ですね。ま、歴史的教科書で、ま、過去のことをことと在音乐课上。 我们可以唱歌跳舞、感受音乐。在音乐课上、我们可以唱歌跳舞、感受音乐。音乐、音楽ですね。音楽の楽ですね。これ発音意ですね。言えになりますね。音乐はい。他にもるといった発音もありますね。コーラはくるですね。発音が二つありますね。動音図といいます。いろんな発音がありますね。 音楽の授業では、音楽のレッスンでは、まあ、授業とかレッスンといった意味ですね。おめくり唱歌、跳舞、歌って踊れると。跳舞というのはダンスですね。感傷、音悦。感傷というのは感じるですね。歌って踊って音楽を感じることができるという意味ですね。這本書在文学上有重要意義。 いいというのは意義です。このいいのいいですね。これは、漢字は同じなんですね。意義。この義の簡体字です。簡体字はこんな感じです。我和小李在飲食習慣上很不一样。我和小李在陰食習慣上很不一样。 美国和中国在文化上有很大的不同。美国和中国在文化上有很大的不同。在性格上，我很像我爸爸。在性格上，我很像我爸爸。在生活习惯上。

公司、まあこれですね、在社、ここにありますね。元婚というのは会社員ですね、スタッフ、社員ですね。元婚でいい以 えー、社員の利益を考慮して、みたいな感じですね。このように訳すといいと思います。ゴンスは会社ですね。ゴンスイン、イ外、ガ外というのは何々べき、ということでしたね。あ、ドン。これは保証すると。ー基本的なんですね。ゴンス、ゴンズは給料です。なので、まあ、基本給ですね。基本給を保証すべきだと。まあ、みたいになるわけですね。はい。まあ、でもですね、これは、 あまり使わないですね。日常ではほとんど、まあ、使わないでしょうね。なので、この、分類はですね、一個一個覚える必要はないです。まあ、このように使われ、もう、するんだな、という程度で十分ですね。はい。在何々シャンだと、例えば、具体的な場所ですね。在ルーシャンとか、在ディテシャンのように、具体的な場所で使うというのは、わかると思うんですね。でも、このようにですね、目に見えないものでもいいわけです。はい。それがわかれば、OK です。一応、まあ、これは例として出します。で、次も、 えー、例文で出しますが、まあ、ほとんどないんですね、まあ。ただ、まあ、無理やり作ったような感じです。ネイティブによると、文法的には合っていても、まあ、普通は使わない、なんて言ってましたよね。なので、まあ、少ないですが、例文を紹介します。こんな感じです。在、员工的利益上、公司应该保证基本的工资。在、员工的利益上、 公司应该保证基本的工资。在道德问题上，我们要做正确的选择。在道德问题上，我们要做正确的选择。选择对了，选择するですね。道德问题对了，まあ道徳的な問題、まあモラル上と訳した方がいいですねモラル上 私たちは、要做正确的选择，啊，確な選択をしなければならないといった感じですね。在画画上，你可以画出你喜欢的东西。在画画上，你可以画出你喜欢的东西。 ほわほわというのは絵ですね。これは名詞で使えます。二つあるときは名詞ですね。一回、ほわ、ほわ、一個のときは動詞です。絵を描くと。にし、ァンダとんし。絵においては、好きなものを描き出していいよと。好きなものが描けるよといったことですね。絵ですからね、自由にデザインすることができるといった感じですね。次はですね、特定の条件とか制約を示すとき。 の在何に言うですこれもですね、まあ、頻繁に使われるというわけではありませんが、まあ、文法上そういった意味もあるのでご紹介しておきます。例えば、今回のイベントは、時間的制約はありませんが、人数の制限があります。なんていうときに、こんな感じになります。ジュースだ、ほどん。ほどんというのはイベントですね。イベントみたいなこと。ジュースは今回ですね。今回のイベントで、スイラン。 但死がありますね。これは何々だけれども、何々といった感じですね。在、在ですね。在、自然上。というので、時間においては、はい。時間においては没有限制、メイヨウ、先知。先知は制限ですね。制約みたいな感じですね。時間においてはその制限がないと。時間はまあ自由だと。但死、だけど、在、人数上。 人数ですね。人数においては、よ、せん、つ。人数制限があると。こういった感じですね。ちょっと長いですが。このようにですね、まあ、条件とか制限を表すときにも、在、何々、シャンに、この制限がありますよ。みたいな言い方をします。はい。これも目に見えないですよね。時間とか人数。それでも在、何々、シャン使えますね。これもですね、先ほどと同じように、まあ、たくさん使うというわけではありません。

コンジューシジェン、ベアーカンドタイチョウ。コンジューというのはコントロールするです。自分で制限を加えるといった感じですね。テレビを見るときは、しっかり時間の管理をしなきゃいけないと、ベアーカンドタイチョウ、ジョウというのは長い時間ですね。長い時間ずっと見続けてはいけないといった感じですね。在吃零食上 只能适量吃、不要吃太多。在吃零食上、只能适量吃、不要吃太多。零食というのはお菓子です。お菓子を食べるときにおいて、只能适量吃、适量というのは適量ですね。こ適量も漢字は同じなんですね。適量の適ですからの、数というのは。これの簡単字ですね。不要吃太多、たくさん食べるんじゃないよと。 さあ、これがですね、今日の文法になります。もう一度おさらいしてみましょう。今日の文法は一つだけでしたね。在、上。よく使うのは場所とかで使うんですね。在地点上、在路上のように。まあ、その場所、まあ、どこどこでみたいな感じですね。よく使えます。でも、それ以外にも目に見えないものでも使えるんでした。一つは、その分野とかですね。在文学上、文学上、在历史上、 歴史上、みたいに目に見えないことでも使えると。他には、立場とか、まあ、その、視点ですね。例えば、ユンゴンダリーシャンですね。在ユンゴンダリーシャン。えー、社員の利益を考慮して、みたいな感じでしたね。はい。まあ、その範囲を狭めるんですね。範囲の中において、といった意味があります。在ユンゴンダリーシャンは。なので、その、まあ、社員の利益という視点から見ると、その範囲の中では、と。 いう感じですね。そして最後にやったのが、条件とか制約を表すと。はい、在時、时间上、予選中、目予選中ですね。時間においては、制限がないと。人数上ですね。人数においては制限がある。といったように、このようにも使えると。はい。でも、その一つ一つ、4個紹介しましたが、4つのですね、分類を覚える必要はありません。これなら全く意味ないです。このようにですね、もう使えるというのが分かればいいです。 あとはですね、たくさん例文に触れるんです。例文に触れて、まあ、ニュアンスをつかめば OK ですで。今回はですね、例文もですね、まあ、少なめでしたね。まあ、それほど量がないんですね。まあ、それほど頻繁に使われるわけではないので、例文も少なかったですね。で続いてこの例文集では、まあ、その代わりですね、ちょっと難しめにしてあります。単語もですね、まあ、少し多めに入れてありますので、何度も何度も見てですね、10回、20回、シャドーイングして、ぜひこれをですね、 頭に入れてみてください。で単語はですね、そのいつも例文の中でその単語リストをつけてたんですけど、ちょっと入らないので、その単語はブログ版でチェックしてください。ブログ版にですね、単語リストがあります。なので、えー、そちらをチェックしたい方はですね、ブログの方に飛んでいただいて、そこで見てください。概要欄にリンク貼っておきます。はい、では、その前にいいねお願いします。グッドボタン。では、例文集いきましょう。例文集です。どうぞ。 你在学中文的时候遇到过什么困难吗？有啊，我没有机会讲中文。但是你在中国不是很容易找到可以聊天的对象吗？我先把中文学好再找找。也很矛盾哎，不要废话了，你就早点出去找人聊天吧。我知道了，那我就在路上随便找个人聊天，这样很奇怪吧？ 是有点奇怪，哎，在考虑找聊天对象上，还是需要缘分呀。你在学中文的时候遇到过什么困难吗？有啊，我没有机会讲中文。但是你在中国不是很容易找到可以聊天的对象吗？我先把中文学好再找找。也很矛盾哎，不要废话了。 你就早点出去找人聊天吧。我知道了，那我就在路上随便找个人聊天，这样很奇怪吧？是有点奇怪。哎，在考虑找聊天对象上，还是需要缘分呀。你在学中文的时候，如果过边角时的，你遇到过什么困难吗？遇到，对的话，得过失，とか。 方面するという意味です。語がありますので、まあ、経験をし、あの、聞いてるわけですね。シュマクンナここのシュは疑問詞ではありませんね。何かといった感じですね。不特定のものを指すとき。何か、その困難に直面したことはあると。要は、あるよ、おめいよ、じほえじゃん、中文というのはチャンスですね。機械。漢字は同じですね。機械。はい、それの簡単字です。 中国語を話す機会がないんだよ。と。まあ、それが、この人にとっての困難ですね。だし、に在中国。でも、あなたは中国にいるでしょうと不是。ここで、ヴィシュ、〜、〜、〜がありますね。〜何々じゃないのといった感じですね。ヴィ很容易。很容易というのは簡単にですね。找到可以聊天的对象吗找到というのは見つかると。可以聊天。聊天というのは話すですね。对象、相手ですね。 だけど、あなた中国にいるんだから、簡単に話し相手なんて見つかるんじゃないのっていった感じですね。お先把中文学好再找找。バーがありますね。で、先ですから、まず中国語をマスターしてから再找找。それから探そうと思うんだ。探すのは話し相手ってことですね。みゃん、矛盾え、ね。矛盾してるねって。矛盾え、ね。 このような喋り方は、台湾の方で、こういった喋り方をしますね。では、f e i h なフェ e i というのは無駄口ですね。無駄口叩くんじゃないよと。余計なこと言ってんじゃないわよと。うぐってるわけですね。以上、早点出々、朝練聊天吧。ですね、早点出々ですねもう。早いとこ外に出て、朝練というのは人を探すですね。了天ですから。話す人を探すと。早く外に出て話す人、話し相手を探しなさいよと。 俺知ったよ、わかったよ、って感じですね。那我就在路上、随便找个人、聊天。うん、在、何々上が出ましたね。在、路上ですね。道でですね。道で、随便、找个人、適当に人を探して、聊天、話すの、と。这样很奇怪吧。ちょっとおかしいんじゃないこれちょっと、変でしょう、と。是、有点奇怪。ちょっと変だね。は在考慮、聊天、对象下。 こロボンザイガリマスネ。ザイカウリュウ、ジャオリアオティンドイシャンですが、考えると。ジ聊天对象。話し相手を探すことを考える上で。といった感じですね。ハイシュウ、シが。シュです。ね。イシュウっのはやっぱりですね。シ要、必要であると。缘分、縁ですね。やっぱ縁も必要だよと。ト。いったことですね。 在阅读上，重复看很重要。你们只看一遍就觉得都懂，不可能的。老师，漫画、小说什么的也要重复看吗？不值得重复看的东西，看一次也是浪费。哦，这样啊。我小时候，爸爸让我背《论语》呢，差不多读了一百遍。一百遍啊！我任何书籍都没看过一百遍。 两遍的也很少，在书籍内容上，现在的作品还是比以前差很多。在阅读上，重复看很重要。你们只看一遍就觉得都懂，不可能的。老师，漫画、小说什么的也要重复看吗？不值得重复看的东西，看一次也是浪费。哦，这样啊。 我小时候，爸爸让我背《论语》呢，差不多读了一百遍，一百遍啊！我任何书籍都没看过一百遍，两遍的也很少。在书籍内容上，现在的作品还是比以前差很多。在阅读上，阅读对了吗？读书ですね。試験とかでは言えるのはリーディ という意味で使われますね。重複看很重要。重複というのは繰り返すですね。繰り返し、えー、看ですから、読むですね。この場合は。読むのは重要だよと。でこれ、先生と学生の会話ですね。面時間がありますね、まあ、ただ、それだけ、みたいな感じですね。一回読んだだけで全部分かった気になると。僕はんだと、そんなのありえないよと。で、学生が、ラッシュ。 漫画小説、說什么的、也要重複看吗学生がですね、先生漫画,漫画ですね。漫画小説、小説。漫画とか小説も、什么だというのは、とかも、みたいな感じですね。漫画とか小説とかも、要や重複看吗それも繰り返し読んだ方がいいんですかと。で、先生が、不值得看的、不值得重複看的東西值得というのは、その価値があると。で、ーがありますから、価値がないんですね。 繰り返し読む価値がないものは一、一回読んだだけでも、それはもう時間の無駄だよと言ってますね。結構厳しいですね。で学生が、があジュニアが、そうなんですかと。で、ラオス先生が、お、小四方、小四方子供の時ですね。バーバーランペルンユーな。お父さんは私に論語を暗記させたんだぞと。ランがありますね。ランは何にさせる とれった意味がありましたね。論語というのはロンゴですね。あの講師の論語。ゴ。チャブドドライバイビン。もう100回近く読んだと。イバイビンは学生びっくりしちゃって100回も。僕はどんな本でも、ドメ看護イバイビン。100回も読んだことはないです。ヤンベドエヘンショウ。2回読んだのもすごく少ないですよと。で、先生が、在ン、籍内容上、 ここにャ上が出てきましたね。主字は本ですね。書籍と書きますね。本の内容の上で。現在の作品今の最近の作品は、はいし、ビーチェン、チャー、ヘンド、チャーというのは劣っているといった感じですね。昔のものに比べて、まあ、ほど遠いよと。うん、足元にも及ばないよ、みたいな感じです。 您好，我是大学心理学系的学生，在做父母对孩子的影响这方面的研究，可以采访您吗？好啊，但很专业的问题我就不懂喽。很简单的，就是您认为您的爸爸和妈妈，他们谁对您的影响比较大？嗯，我想想，在性格上。 我妈妈对我的影响比较大吧，我的讲话方式有点像我妈妈。那别的方面是您爸爸的影响大吗？嗯，在爱好上的话，我爸爸对我的影响比较大，他很喜欢养鱼，我也从小接触那些，慢慢的就变成我的爱好了。您的分析很仔细哦，谢谢您的配合。 您好，我是大学心理学系的学生，在做父母对孩子的影响这方面的研究，可以采访您吗？好啊，但很专业的问题我就不懂喽。很简单的，就是您认为您的爸爸和妈妈，他们谁对您的影响比较大？嗯，我想想，在性格上。 我妈妈对我的影响比较大吧，我的讲话方式有点像我妈妈。那别的方面是您爸爸的影响大吗？嗯，在爱好上的话，我爸爸对我的影响比较大。他很喜欢养鱼，我也从小接触那些，慢慢的就变成我的爱好了。您的分析很仔细哦，谢谢您的配合。 您好。您は您よりちょっと丁寧な感じですね。初めて会う人とか、仕事上の時に使いますね。您好と。我是大学心理学系の学生。私は大学の心理学部。この死というのは何々科、何々学科という意味で使います。なので心理学科の学生ですと。在座父母对孩子的影響、这方面的研究ですね。 ちょっと長いですけど、このゾウはですね、後ろの炎上ということですね、ゾウ炎上、研究をしていると。で、その内容がですね、父母と会えず、ー、両親の子供に対する意味者、影響ですね。で、ジェファミンダ炎上、この方面の研究をしていると。可以裁判にァ、ま、加というのはインタビューです。インタビューしてもよろしいでしょうかとで、B さんが、はは、いいですよ。だんだけどですね、変範言え。 シュワンイエっていうのは専門ですね。すごく専門的なことは、ウジョプドンラオ、私はわかりませんよと。ここのラはですね、まあ、語気のラ,ラですね。ただ変化とかは表しませんよ。語気とか、普通の語気っていう感じですね。まあ、過去とか表すわけではありません。で、A さんが、エンジェンダンダすごく簡単なんですよ。ジョシュ、それというのはですね、ジョシュというのはイコールと同じですね。その質問は、 にん、にん、れん、えい、思うですね。觉得、みたいな感じですね。您的爸爸和妈妈、お父さんとお母さん。他们、谁对え的印象比较大お父さんとお母さん、どちらがあなたに対する影響が大きいですかと。うん。わかりやすく言うと、あなたはお父さんとお母さん、どちらの影響を強く受けていますかみたいな感じですね。で、 B さんが、うーん、おシャちょっと考えますね、と。在、シング、シャン。シングは性格,性格はですね。ここに在、シャンが出てきました。性格上では、お、マーマーというお題にしゃん、ビジャーうん。まあ、お、性格上ではお母さんの影響を受けていますね、と。ビジャーをですか。まあ、比較的大きいということですね。比較ですから、ビジャを使ってますね。 我的讲话,方式話し方ですね。讲话っいう話方式その仕方です。話し方いう意味ですね。有点像我妈妈ちょっとお母さんに似てるんですよと。想。これは似ているという意味ですね。で、インタビューする人が。な、だ、ゃんだじゃ、他の方面だと、お父さんの影響が大きいですかで、B さんが。うん。在愛,愛好上的话、さ愛好いうのは、 趣味とかですね、言いますね。この、ハオの発音に注意ですね。ハオではないですね。漢字はにおのハオですけど、ここでは4世になります。はい、は趣味の上では、おばあばといおだいんしゃんぴだと。お父さんの影響が大きいです。大変喜欢やんゆう。やんというのは、飼う、飼育するですね魚。魚ですから、お父さんは魚を飼うのが好きなんですよ。はい、徐々接触なしゃ。僕も、 子供の時から、宗相っていうのは子供の時からですね。ジ e フっていうのは触れると。そういったお魚さんたちに触れてきたので、まんまンだ就变成我的愛好な。まんマンだとね、ゆっくり。だんだん、だんだん就变成。变成っていうのは変わると。僕の趣味にもなったんですよ。と、なってきたんですよ。といった感じですね。 ま、ここのらはその変化を表すというわけですね。以前は趣味じゃなかったけど、今はまあ僕の趣味になったという変化でらですね。A さんが、にだ分ん変ずしよ。あなたの分析はすごく、まあ、詳しいですね。と。せせにのペイフォー。ご協力ありがとうございます。ペイフーというのは協力という意味ですね。せせにのペイフォーでご協力ありがとうございます。みたいな感じですね。これはよく使いますね。例えば、 まあ、インタビューとかもそうですけど、あとはテレビとかでもそうですね。テレビのキャスターが誰かにインタビューして終わった後、シェシェニンダペイフォー、ありがとうございますとで。あとはアナウンスとかでもそうですね、えー。ここは禁煙ですと。あとは電話を使わないでくださいと。で最後に、シェシェニンダペイフォー、ご協力ありがとうございますみたいな感じですね。で以前は PCR 検査の時にも、 在游戏上也要遵守规则哦，听见了吗？好的，老师，我们要遵守规则，很好。那 A 组和 B 组来老师这里，C 组和 D 组先看一下游戏规则。现在是十点十五分。 先准备一下，五分钟之后开始哦。好的，老师，可以去下洗手间吗？那赶紧去，不要迟到哦。好的，马上。在走廊上不要奔跑哦。こちらも先生と学生の会話です。在游戏上これ在上がありますね。ヨッシーゲームです。 はい、ゲームというのはまあテレビゲームだけじゃないんですね。この場合はテレビゲームじゃないです。在予習者、い要、遵守、規則を。遵守というのは守るとか従うですねで。何に従うか。規則、ルールですね。規則。陳情ラマ、ね、先生がよく使うんですね。わかったって感じですね。直訳すると聞こえたという意味です。陳情ラマ、うん、意味としてはわかったといった感じですね。 学生が、はだら老し、わかりました。おめいや遵守规则、ね。しっかりルールを守ります。と。はんは。ね、A 族和 B 族、A 組と B 組ですね。来、ららし、这里、ね。A 組と B 組は、まあ、A グループですね。A グループと B グループは先生のところに来なさい。と。C 族和 D 族、C グループと D グループは先回者用紙规则。まずそのゲームのルールを見なさい。と。 A グループと B グループが遊んでるのを先に見なさいといっ,った感じですね。現在は10時15分。これは10時15分ですね。今は10時15分。先準備一下。準備,っていうのは準備する。と。開始を5分後分後に始めますよといっ,った感じですね。で学生が、好だ、老師。好だ、って言ってます。ラッシ師、可以去下洗手剣吗 シャワー、チュー、イシャーですね。ちょっと、トイレに行ってもいいですかと、シーショー、ジェンというのはトイレですね。チュー、シーショー、ジェンと言います。ツーソーという言い方もありますね。ツーソーの場合は、シャンを使います。シャン、ツーソー。で、ラウスが、なあ、ガンジン、チュー。急いで行ってこいと。ガンジンというのは急ぐと、さっさと、みたいな感じですね。さっさとで行けと。ウェア、迟倒を。迟倒というのは遅れると。遅れないよと。肌、マーシャン。わかりました。すぐ、ね、マーしゃん。 これ面白いですね。馬の上と書くんですね。これはまあ昔の表現ですね。馬ンというのはまあすぐに着くということですね。もうすぐということですね。馬の上にいたらもうすぐ着く。道の途中みたいな感じですね。現代で言うと車の中で言えばいいんでしょうか。在ゾランシャン。あ、これも在シャンがありますね。ゾランというのは廊下です。ブヤを分泊を走るですね。廊下を走るんじゃないよ。はい。 大卫在中国已经两年了吧？习惯了吗？嗯，虽然我们国家和中国在文化和习惯上很不一样，但是来到这里之后，我就慢慢的习惯了。现在还能吃点辣呢。能理解。我是从广东到北京生活的，即使是同一个国家，也在饮食方面有很大的区别。 还有我们那边平时讲的是广东话，也叫粤语。来到北京，我得讲普通话，但我的普通话也不是很标准。一开始我都不习惯了。我也想去中国其他城市体验一下当地的风土人情。大卫在中国已经两年了吧？习惯了吗？嗯。 虽然我们国家和中国在文化和习惯上很不一样，但是来到这里之后，我就慢慢的习惯了。现在还能吃点辣呢，能理解。我是从广东到北京生活的，即使是同一个国家，也在饮食方面有很大的区别。还有我们那边平时讲的是广东话，也叫粤语。 来到北京，我得讲普通话，但我的普通话也不是很标准，一开始我都不习惯了。我也想去中国其他城市体验一下当地的风土人情。大卫，大卫呢？David ですね。あのアメリカ人の名前で David，大卫，在中国已经两年了吧？ デイビッドさんはもう中国で、中国来て2年ですよね、と。習慣らの慣れたと聞いてますね。で、デイビッドが、うん。虽然我们国家和中国。虽然がありません、ね。何々だけれども、と。我们国家和中国。我们国家というのは、私の国ですね。私の国と中国。在文化和習慣上。ここに在上がありますね。文化、文化ですね。 和習慣上。文化と、まあ、習慣の上で很不一样、全然違うんですけど。但是、来到这里之后、ここに来てから、まあ、中国に来てから、我就慢慢的まん習慣。まんだゆっくりですね。ゆっくり慣れてきましたと。だんだん慣れてきましたと。現在还能吃点辣の、早く飲んでるーな。ちょっと辛いのも食べられるんですよ、今は。いった感じですね。 で、A さんが、能力者、わかりますと。我是从广东到北京生活で、私も関東省から北京に来たんですよと。実施、実施、も何々だけれど、といった感じですね。実施是同一家国家。うんまあ、一つの国だけれ、関東省も北京もまあ一つの国、まあ、中国ですね。だけれども、也在飲食方面、飲食というのはまあ飲食の方面ですね。まあ、そのまま同じですね、飲食方面。 飲食においては、ヨヘンダーと大きな違いがありますと。はい、おめんなべんピンシュジャンダス、ガうん。还有というのは、まあ、追加情報を表すときに使いますね。それから、ね、おめんなというのは、カンですね、この人の場合。ピンシュ、ですね、普段ん、ジ話すのは广东话、ガンドンハ、カですね、イヤオ、ユーとも言うんですが、 えつごって言うんですか来たを北京、北京に来たら、おでいじゃん、ドンファでいというのは、しなきゃいけないといった意味でしたね。発音に注意ですね。でい,いですね。じゃんドンファ。標準語を話さなきゃいけないから、と。標準語を話さなければなりませんと。北京に来たからには。但是但だんし、だん、おだぷどんは、え、ぶしへんだけど、僕の普通話も、そんな上手じゃないんですよ。標準的じゃないと。ね 言いいかいし不な、おどぷしわんの。はめは、言いいかいし、めはですね、全然慣れませんでした。といった感じです。で、デイビッドさんが、まあ、僕も、チーターチョ他の町ですね、中国の他の町に行って、体験いっ体験すると、ちょっと体験したいと。ダンディーで、フォントウレンチン。ダンディというのは、現地のですね、フォントウレンチンというのは、フードと人情といった感じですね。四字熟語として使われることが多いんですね。 日本に訳すとしたらですね、まあそこの生活みたいなもんですね、現地の生活をちょっと体験したいなと、そういった感じです。阿强啊，在学习的时候不要看手机啊，这么分心，书的具体内容怎么会看进去呢？在微信群上有人发消息，我得看看呢，是重要的信息吗？不是。 只是聊天而已吧，你利用空余时间看就好了。也是，只是我也想参加那个话题。你只是静不下心来学习吧。在你的人生路上，你觉得短暂的，你感兴趣的聊天内容重要，还是你学到的知识重要？好吧，那我不看了。等我完成今天的学习目标再看手机。 阿强啊，在学习的时候不要看手机啊！这么分心，书的具体内容怎么会看进去呢？在微信群上有人发消息，我得看看呢。是重要的信息吗？不是，只是聊天而已吧。你利用空余时间看就好了。也是，只是我也想参加那个话题。你只是静不下心来学习吧。 在你的人生路上，你觉得短暂的、你感兴趣的聊天内容重要，还是你学到的知识重要？好吧，那我不看了。等我完成今天的学习目标再看手机。阿强啊，阿强、啊、啊啊啊啊啊、あ 結構、香港映画とかで出てきますね。香港はアーケンなんて言いますけどね。カントンのですね。アーチャン。<laughs> ちなみにですね、小ちゃん、小さいちゃん、強いと書いてですね、これ、ゴキブリを表したりしますからね。台湾の方では小ちゃんって言うとゴキブリみたいになりますね。在学習的時刻、でこれはお父さんですね、バーバーとアーチャンの会話ですね。在学習的時候、勉強している時、不要看手ん、よ。 スマホを見るんじゃないよと。ちゅマフェンこんなに、フェというのは気が散る。こんなに気が散って、シュ内容、ネイロン、シュ内容、本の具体的な内容が、ゼマフェ、カンジンチューナ。どうして頭に入るっていうんだと。カンジンチューというのはしっかり読むと。読み込むみたいな感じですね。まあ、内容と、意味としては、そ本の内容がですね。 ズマホへで。ですから、どうして何々あろうかみたいな、反語みたいな感じですね。意味としてはそんなことないと。こんなに気がちっちゃう、本の内容も頭に入ってこないだろう。といった感じですね。で、アーチんンが、大微信群上微信群っていうのは、e チャットのグループチャットですね。そのグループ。グループの中で、よれんファーシャシ。誰かが、なんかメッセージを送って、 おでかんかん。みなきゃいけないんだと。でんいがまたありますね。しゅじゅだしんしーま。しゅししま。お父さんが重要なメッセージなのかあちゃんがぶーしゅ、ちがう。じしりょうてんば。お父さん、じゅしなにやにあなにやにだけでしょう。といった感じですね。ただ、チャットするだけだろうと。りょうてんというのは話すとかおしゃべりする。まあ、チャットするという意味はありますよ。に利用空余時間、探究好了。 利用,利用すると、空縫というのは暇なですね。でここでは、この空、発音に注意ですね。例えば、空というときは空、空、えー、第一声ですね。d i s ですが、この場合は空縫、空いた、空いているというときは、第四声ですね。d 数 o になりますよ。空縫、シジですので、暇な時間。見ればいいだろうと。Yes, シュそうだね。あ、ちゃんが。ただし、ウェーシャン、サン 僕もその話題,話題ですね。その話題に参加したいんだと。に、直視、金不沙心来学习吧。ええ、というのは、ただ、何々。だけといった感じですね。直視。金不沙心というのは、まず、静というのは、静かになると。意味ですね。静下静かにすると。で、否定ですね。何々できないという時には、真ん中に置くんでしたね。部、金不下ですね。 で心ですから、人物写真ですから、その心ですね。まあ、その、まあ、気持ちを落ち着かせて勉強できない。といった感じですね。在你在人生路上。お父さんが教訓を語ってます。在何の々上。出てきましたね。你在人生路上。お前の人生の中で、ね、に觉得短暫だ。短暫っていうのは、しばしの間とかちょっとの間。ね。に感心趣的聊天内容重要。 このマシの間の、ただ興味あるチャットの内容が重要なのかに学んだった知識、重要。知識というのは知識ですね。知識が重要かどっちだと聞いてますね。で、あーちゃんが、幅幅ば。はというのは、まあ、諦めるような感じですね。もう分かったよと。なお、不看、じゃあもう見ないよと。どうも完成今天の学習目標。再看手を聞等というのは、 まあ待つという意味ですけど、まあ、何々たらと訳すといいですね。どうも完成今天の学習目標。今日の勉強目標ですね。それが終わってから、終わったら、再看手、手をそれからまた、スマホを見ようという意味ですね。我最近眼睛很干、有点痛。你使用電脑的頻率是不是很高 使用电脑的时间不要过长，每隔一段时间，眼睛都需要休息下，或者闭目养神，或者眺望远方。最近忙着写论文，有点赶时间，一直对着电脑。没写论文的时候呢，是不是看手机了？啊，对，在手机上看抖音短视频什么的。现在的年轻人都是这样子。 不是看电脑就是看手机，很伤害眼睛的。这样下去，视力也会大大的下降。你应该注意了。好的，医生，我会注意的。我最近眼睛很干，有点痛。你使用电脑的频率是不是很高？使用电脑的时间不要过长，每隔一段时间，眼睛都需要休息下。 或者闭目养神，或者眺望远方。最近忙着写论文，有点赶时间，一直对着电脑。没写论文的时候呢，是不是看手机了？啊，对，在手机上看抖音、短视频什么的。现在的年轻人都是这样子，不是看电脑就是看手机，很伤害眼睛的。这样下去，视力也会大大的下降。 に应该い注意了。好的医生、我会注意的。我最い最近ですね。眼睛很干眼睛というのは目ですね。目が很干干ん。というのは乾燥していると。が燥とも言いますね。乾燥。よりポンちょっと痛いんですと。小民と医生、医者の、お医者さんの会話ですね。 で、お医者さんが、に使用電脳的頻率是不是很高。頻率は頻度ですね。パソコンを使う頻度、すごい高いでしょうと。是不是何々でしょうみたいな感じですね。頻度が高いでしょうと。使用電脳的時間、不要够長、ね。パソコンを使う時間は、不要過長。長というのはすごく長いと。過というのは動向数という感じですね。ずっとパソコン見続けちゃいけないよと。 ク个一段時間、革というのは何々大きに入りみたいな感じですね。ク个一段時間、ちょっと時間を空けて、ね、エンジンとシュアー消費者。ちょっとした時間ごとに目も休息が必要なんだと或者。これはですね、四字熟語として使われるんですけど、目を閉じてですね、目を休ませるという意味です。その次に、或者、跳番、遠番。跳番というのは眺めると。遠ンは遠くですね。まあ、遠くを見ると。 が最近ですね、満場、ジャワ何を言っている状態を表すんですね。シ論文、論文を書くのが忙しくて、要点時間、時間に追われてるんです。と。時間というのはまあ時間がない、急ぐとか、もしくは時間に追われているみたいな感じです。いい時期は、10ずっとパソコンと向かってるんです。と。で、お医者さんが、面睡論文の時期は、 じゃあ論文を書かないときはどうなのと。しぶし、かんしスマホ見てんじゃないと言ってますね。で、社民が、あ、で、そうですと。在所時上、在上がありますね。そし上。スマホで、<laughs> ホで看動音、看動音、短んどういまだ。ドイは、中国版の TikTok でしたね。短あんショートムービーですね。とかを見てますと。一瞬、お医者さんが、現在の年轻人、どうすりやんず。今の若い子はみんなこうだと。よくあるセリフですね。 不是看電腦就是看手術、ね。パソコンを見ないなら、もうスマホを見ると。どっちかしかないということですね。上海遠近だ。上海っていうのは傷つけると。本当に目に,目に毒だみたいな感じですねジュンアンシャュ。こんなの続けてたら、下中というのはまあ続けるみたいな感じですね。まあ、こんなのて続けてたら、視力大大は視力ですね。視力も大大だ。 大きくですね。シャーちゃんというのは下がると。視力も大きく下がるよと。みんが注意だ。みんが何々すべきだよ。しなきゃいけないみたいな感じですね。注意だ。気をつけなきゃいけないよと。で、社民が、はだいしょん。お医者さんわか,かりました。と、先生わかりました。おほえ注意だ。気をつけます。って言ってますね。你是北い人。你男朋友是香港人ま。在生活习惯上、 你和他很不一样吗？不一样，比如他很喜欢晚睡，凌晨两三点才睡，在饮食习惯上也有区别吧？有啊，他比较喜欢吃西餐、汉堡，我不太喜欢吃面包类的，但他经常吃，麦当劳什么的也爱吃。他不中意天天吃中餐，长大的环境不一样，生活习惯就会不一样了。 我可以把他的朋友介绍给你，他很帅呢。好啊，好啊，我爱吃面包，爱吃麦当劳，还经常熬夜。你是北京人，你男朋友是香港人吗？在生活习惯上，你和他很不一样吗？不一样，比如他很喜欢晚睡，凌晨两三点才睡。在饮食习惯上也有区别吧？有啊。 他比较喜欢吃西餐汉堡，我不太喜欢吃面包类的，但他经常吃，麦当劳什么的也爱吃。他不中意天天吃中餐，长大的环境不一样，生活习惯就会不一样了。我可以把他的朋友介绍给你，他很帅呢。好啊，好啊，我爱吃面包，爱吃麦当劳，还经常熬夜。 你是北京人,人。あなたは北京出身。北京出身の人ですももですね。北京人みたいに表現します。何々人みたいに。你南方有是香港人。まあ。あなたの彼氏は香港人。香港人です香港出身でしょうと。で、この間はですね。何々でしょうといった感じですね。疑問の間ではないですね。漢字が違いますね。在生活習慣上、これも在善がありますね。 生活習慣ですね。生活習慣の上で、あなたと彼氏はすごい変不一样ですから、全く違うのみたいな感じですね。B さんが不一样違うねと。比如、B 如というのは例えばですね。B 如、他、很喜欢玩睡玩睡というのはワ遅いですね。学、寝るですから。まあ、遅く寝るんだけど、 呃林春、良三點、泰学。林春で,ですから、林春、明け方ですね。夜中です。夜中の二三時に寝るんだけど、二三時にやっと寝るのよと。で A さんが、在飲食習慣上、ええを注意すれば、ここにも在産がありますね。飲食習慣。飲食習慣ですね。飲食習慣も違うでしょうと。で B さんが、よあそうだね。他比较を喜欢吃ー餐、シ包。西餐というのは、洋食ですね。洋食とかハ、ハンバーガーが好きなの。 我不太喜し吃ん包ゅ的。みんばうれいだ。みんばうれい。でも私は、そのパンとかはそんな好きじゃないんだと。但他た、常吃。でも彼はよく食べんよと。よく食べるのよと。まえだんらおしまだいあいちゅう。まえだんらおまくどですね。まくどなるどしまだ、しまだとかもみたいな感じですね。とかもあいちですからすごく好きなのと。他不ちゅうい。たぶちい、てんてんち ジョンイーというのはまあ好きとか気に入るみたいな感じですね。ジョンイーというのは、ジョンイーを使うのはですね、主に広東省とか使いますね。ジョンイー、シーファンの意,ンの意味で使いますね。というのも、広東語ではですね、好きというのはジョンイーって言うんですね。同じような発音するんですよ。なので、このジョンイーを使うのはまあ南の方、広東省あたりで使いますよね。献天中、毎日中、ジョンさんジョンさんというのは中華料理ですね。 彼は毎日中華料理を食べるのは嫌な、嫌みたいと。ジャンダーの環境不一样。A さんがジャンダーとの育つ環、環境ですね。育った環境が違うと、生活習慣就會不一样な。生活習慣も全く違うものになるのよ。B さん。我可以把他的朋友介紹给你。彼の友達紹介してあげるわ。大変帅な、うん、ハンサムよ、イケメンだよ。好啊好啊。 いいよいいよと。わいちメンバー。パンも好き。あいちマイダマックも好き。はい、ジ常ちゃん、おいえ。おいえというのは夜ふかしですね。夜ふかしもして、よくするわと。だから、香港人に会うわみたいな感じですね。さあ、皆さんお疲れ様でした。いかがでしたか文法事項もですね、たくさん。 頭に入ってきたと思います。これを身につけるにはですね、たくさん何度も何度も何度もシャドウイングするんですね。何度も見て、聞いて、読んで、これをしてください。何度も繰り返すのが重要です。他にもですね、少し余力がある人は、この h s k 4 9レベルのですね、多読マラソンというのも、えー、Amazon で販売しています。こちらもシャドウイングができるようにですね、音声付きです。 こちらもですね、何度も何度も何度もシャドーイングすることでものすごい力がつきます勉強方法に関しては無料メルマが紹介していますね是非、えー、登録してくださいブログでもですね発信していますので是非チェックしてくださいでは皆さんまた次回お会いしましょうさよならいいねお願いしますいいね